はい、始まりました、石門ジャップ TV。 ついに私の愛する京都サンガ FC の新ユニフォームが発表されました。賛否両論となりそうな攻めたデザイン、嫌いじゃないです。デザインの良し悪しは置いといて、挑戦的な姿勢は評価したいと思います。そしてデザイン的なところの感想は、若い男の子は好きそう、小学生とかは絶対に好き、このやかましい感じのデザインが。ですので女子受けはまあしないと言っていいでしょう。私の周りの女性陣もみんな反応が良くなかったのが事実。まあサッカーをフルでしっかり見る J リーグファンからしたら、成績次第ではかっこよく見えるっていうこともあると思いますが、今回のユニフォームはなんせ癖が強すぎる。もう癖が本当に強え。全 J リーグファンに衝撃を少なからず与えたのではないでしょうか。新監督に実績のある超キジェシを迎えるあたりからも毎年言ってる気がしますが、ユニフォームの斬新さも加わり、一味も二味も違う2021年シーズンの京都サンガ FC を予感させます。まずこのユニフォームを見た15日のお昼、当時お昼ご飯を食べようと用意している時、京都サンガ FC の公式 LINE から通知が来て、何やろうと思いながらふと iPhone を見ると、内容が2021年シーズンユニフォームデザイン決定&販売スタートと見て、心躍らせながらご飯なんてそっちのけで、いざ通知の中身を見ると、ん?っていう疑問系からスタート。そして数秒経って、マジか、最初スパイダーマンかと思いました。そして2017年から2018年のバンフォーレ甲府のユニフォームにもそっくり。このサンガの新ユニフォームを見てまず頭によぎったのは、もう完全にスパイダーマン。そして次にサッカー選手として思い浮かべたのは、バンフォーレ甲府のドゥドゥ選手やエデル・リマ選手やリンス選手など、京都サンガ FC の選手とは関係のない選手を次々と頭の中に思い浮かべるという事態に。まあ今回のサンガのユニフォームは赤の主張が何より強い。紫の血が流れている私、石門ジャップとしては、といった感じ。紫を主体とするチームにしては、赤を使いすぎていないかなと。もはや赤がメインで、紫がサブ的な立ち位置にさえ見えます。かつて2007年にエンブレムの副市長を黄色から赤色に変えてから、赤色を徐々に取り入れていくような傾向に。そしてついに2011年と2012年の J1 から J2 に降格した初年度と2年目、赤色と紫を均等に活用したユニフォームデザインをついに採用。しかし今年の2021年ユニフォームとは色の使い分け方が全然異なりました。2011、12年デザインは左右で紫と赤にはっきりと分けるデザインで、個人的には2011、12年ユニフォームの方が好きです。しかしこれもユニフォームだけ見たら、まずはって思いましたけど、いざ選手が来て試合をしている姿を見るとめっちゃかっこいいと思いましたので、いざ2021年の新ユニフォームを選手がまとったらどうなるのか、ここは楽しみなポイント。着る前からあえて言うと、ピーター・ウタカ選手やヨルディ・バイス選手はめっちゃ似合いそう。あと竹富選手とかもめっちゃ似合いそう。またデザイン的なところを見ると、紫と赤のつなぎ目が紫ラインと赤色ラインとまばらかつ互いの色を平均的に使い分けており、なんか見れば見るほど不思議なユニフォーム。それだけに個人的ではありますが、2011-12デザインと同じく徐々に好きになっていくパターンかもしれません。また背番号に関しては白色と、ここは個人的に寂しい。紫ユニフォームに金色の背番号は京都らしく上品な感じがするので気に入ってたんですが、まあ今回の紫と赤の混合ユニフォームに金色の背番号だと何を主張したいのかがわからなくなるので仕方がないのかもしれません。とりあえず妻には今回は買わんでいいやろうと言われながらも、購入ボタンを密かにポチっておきます。皆さんはいかがいたしましょうか。あとアウェイユニフォームですが、こっちはかなり強そう。まず背番号が赤なのは個人的に好き。正直これくらいのさりげなさでいいんですよね、赤色は。何気に柏レイソルにボッコボコにされた2019年のアウェイユニフォームが個人的に好きで、その年に初めて背番号を赤色にしたと記憶しているんですが、そしてメインのユニフォームデザインですが、グレーと白を使い分けたデザインで、なんか触ったら冷たそうな氷っぽいユニフォーム。名付けて京都アイスサンガ FC。結構しっくりくる。コンセプトはアウェイの地で冷静にホームチームを叩きのめす悪魔のような冷たいチームカラーを勝手に想像して興奮している石門ジャップでございます。まあ前年がファミチキの袋のようなユニフォームで、そのユニフォームをまとっての成績が悪すぎたのでデザインを刷新したのは良かったんじゃないでしょうか。
しかしピーター・ウタカ選手が伝説の4得点を成し遂げたファミチキユニフォームということもあり、寂しい限り。そんな新ユニフォームをまとう京都、全国の京都サンガ FC サポーターの方は購入するのでしょうか。コメントなどに書き込んで意見を聞かせていただけると嬉しく思います。サンガのためにもコロナ禍で経営が大変な中ですので、購入するか迷っているような方はこの新ユニフォーム通り挑戦心を持って購入してみてはと思います。成績次第では徐々にハマっていくかもしれませんよ、ということでここらで終わっていきたいと思います。ここまでご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメントしていただけると嬉しく思います。また次回の動画でお会いしましょう。石門ジャップ TV でした。